見渡す限りの補助滋賀県森山市にやってきました。今回はどんな方が登場してくださるんでしょう。早速お邪魔します。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。暑い,いですね。<い>今回の夢追い人、河井レオトさん。実家は農家ではなく、一度は就職するも、自分の力を試したい。 そんな思いで農業に目を向けました。専門学校を経て収納今は年間を通してさまざまな野菜や果物を生産しています。見た目お若いですよね。はい。おいくつですか？今27です。若い。今されてるのはこれなんですか？えっとね、これがコハのドの一軸っていう。 森山市で作られているイチジクのことを、湖畔のイチジクと呼んで生産しています。どれぐらいの規模で今イチジクされているんですか。えっとね、黒イチジクが一単ぐらい作ってて、はい、えっと。ドーフィンっていう品種を、えー、っと、一単ぐらい作ってて、二単ぐらいを生産しています。あ、イチジクの中でも、種類が何個かある、はい、ですね。すごい、はい、まイチジクに目をつけて貼ったんですか。 ええっっととねねそういうういわけじゃなくてあ違うんや森山市で農業しようって思ってで、まあ、最初スイカとメロンを作りたくてああまあ土地を探してたんですけど、えっと、実際に来たら一軸をやめられる農家さんがおられてでそこに飛び入りで入らせてもらったのが始まり。あやめられた方の農地を借りてる感じ全部借り入れで今やってます でででででもそその規模すすすかかかくないうねどんどんその広げていってる今状態で若さと勢いで精力的に農業に打ち込む河合さん次に案内されたのはで、こちらの種類っていうのは何になるんでしかえー、っとねドーフィンっていう品種でまあ一般的によくスーパーで見るような赤いドーフィン<ー>いやじじくになります、はい、そうなんや。 じゃここれ取っったやつははどこに持っていけはるんですか、はいえっと、直売所、えっと、僕らの売りとしては木で完熟させて収穫を迎えるという木なり完熟が一番おいしくなるんで、うん、それを直売所に卸ろして 1>,、はい、まあ1日で売り切るっていうのを目標に大きさもやっぱ立派です、ね、そうですすねね、そう収穫目前でボンボンと大きくなるんですごいな、はい、でやっぱり下の段は大きくなって、まあ、中段ぐらいで、まあ、ある程度いいサイズになってきて,てなるほど感じで。 うわ、簡単え、ちょっと開けてもらっていいんですかうわうわー、きれいこれ熱くてテンションおかしになってるんじゃないです美味しそうすぎてテンションが思わず絶叫の稲富リポーター食べ頃の一軸を自ら探して試食させてもらうことになるほどあ、これあったあ、これは いいと思いますね。綺麗ですよね。はい、こ,こに茎吸ポチあ取れた。うわリッすごいすぐ樹液が垂れてくる。そうなんですよ。わ綺麗。はい。こわ美味しいぞ。いただきます。うん、うん、甘い。 まここはえっとね、自家製肥料を使って、まあ有機中心の肥料を使っているのと。うんはい、まあやっぱりその琵琶湖っていうその、恵みほとりで、やっぱり。ミネラルが豊富な水で、作、<ー>作られてるんで。なるほど。はい。そうか、この土地っていうのもやっぱいいんですね。すねはいあとは河合さんの愛情ですか。そうですね。毎日見に来て、<laughs> はい、毎日管理してるんで。<laughs> そして。 一軸と同じくらい力を入れているというのがスイカですなんていうスイカになるんですかえっとねこれ紅枕っていう品種なんですけど紅枕はいじゃあえスイカは何年目になるんですか、はい、スイカもえっと収納一年目から作ってるんで三年目になりますね<ー>専門学校の時にえっと三時の休憩でみんなでスイカ食べるんですけどあらはいでそのスイカ食べたのが紅枕であらでその紅枕忘れられへんくて今もこう スイカ作ってるっていうめっちゃいい話はいマジでうまいですけどねいはい大玉スイカには河合さんの思い出が詰まっているんですね現在は主に小玉スイカを6単サッカーグラウンド1面分の農地で作っているそうです河合さんが農業を始められたきっかけって何やったんですか、はい、あそうですねえっと会社員を高校卒業後5年間してたんですけど まあその中でもなんか手に職をつけたいなと思う時があってでまあ職を探しててでその時にえたまたま野球の先輩が農業をされててでその先輩の畑にえと研修に行かしてもらった時にえとクロックスにえと音楽が流れててこ,こんな職場あるんやって思ったのがきっかけ もう毎日か同じ職場に行って同じ仕事をしてた僕からしたら考えられへんくてでそこからどんどん農業の研修に行ったりとかしてる中でまあ面白さに気づいたっていうか当初は両親も猛反対しかし夢に向かって歩みを進める河合さんの姿に今は応援してくれるようになったそうですこどうですかやってみてみそうですねめっちゃ楽しいですね楽しいですか、はい、めちゃくちゃゃく楽しいです どう楽しいですかうーんとやっぱり春夏秋冬があってもう365日同じ一日が二度と来ないんですよ。で、まあ、植物も全然違いますし毎年、うん、それがもう面白いですね今は。3年目の今ってどうですかそうですねえっと従業員も一人来てくれて<ー>、はい、休みも自由に取れるようになったっていうかうん、うん、まあその。 動き方も全然変わったんで、自分の動き方でもあったり、そのまあ、畑の回し方とかも全然変わったんで、今はだいぶ。そういう面では二人になって良かったなって思ってますね。<ー>あまり目標にしてるって言うのが、まあその人と農業人と野菜人と自然をつな、まあ、ぐ架け橋というのを目標にしてて、はい、で、まあそうすることによって、その未来になんて憧れられるような農業になっていけるんじゃないかなと思ってます。 これからどうしていきたいなっていうのはあります。そうですね。次は、その。よってこパークっていうのを作ろうと思ってて。で、こそこは。はい。えっと、野菜をたくさん種類植えて。まあ、スポーツジムに行くような感覚で、野菜を収穫に来てもらえる。えはい、会員制の場所を作りたいなと思ってます。その畑の切り盛りをみんなでしていって。で、また、そういう子供たちが触れる場所を作ることで、そのね、子供たちが憧れる。 職業にななればいいっって思って思ます憧れる農業になるためにやっぱりその楽しいのほかにもやっぱりその農家の価値を上げることによってその農家の所得を上げるだとかっていうのもやっぱり僕らの,あのやっていかなあかんことやと思うんでまあそうするためにねやっぱり対面で販売どんどんしてまあその農家の価値もね上げていければなと思ってます。 すんごく応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。はい。